タバコというのは実に不思議なものですよね。非常にこう人生にとっては重要なものなわけですね。なぜ重要かっていうと、私がタバコを吸うとかそういうんじゃなくてですね、それからタバコが社会的問題になってるとかそういうもんでもなくて、その人類の歴史というのをずっと見るとですね、長い間人類が付き合ってきたものっていうのはそれなりの理由があるんですね。いろんなものがありますよ。お酒もそうですし、それからいろいろな、まあ、行事とかですね、お祭りみたいな行事もありますし、まあ、いろんなものがあるわけですね。で、昔から使ってるものとか行ってることっていうのは一見して矛盾しているようなところもあったり、不合理なことがあったりするんですけども、よくよく見るとですね、まあ、その中に真実があったりするわけですね。だからタバコはですね、非常に昔から人類が親しんできたわけですね。特にまあ南北アメリカなんかもそうですし、まあ白人っていうかアリア人系っていうのはそれほどタバコとは親しくないんですが、アリア人以外の民族はですね、歴史的には非常に古くタバコと親しんできたわけです。したがってタバコの問題っていうのはですね、単に肺がんになるとかいうような COPD とかそういう問題ではなくて、もう少し深く論じる必要があるんですが、どうも軽々しく話されてるんですね。私がタバコを吸ってもあんまり肺がんとは関係ないなんて言うとですね、変な話が出てくるんですね。武田先生はタバコを吸うんですか。いや、タバコは吸いませんが。じゃあ関係ないじゃないですか。いや、そういう問題じゃないんですよね。この世の中で起こる問題はですね、人間が関係してるわけで、自分が関係してるかどうかっていうのは、まあいろいろな場合があるわけですよ。例えば崖崩れで多くの人がお亡くなりになるんで、崖崩れの問題を論じたら、あなたは崖のとこに住んでますかって聞かれてですね、いや崖のとこで関係ないけど、あなた関係ないじゃないですかって、そういうようなこと言ってたらですね、話にならないんですね。まあ、そういうことがタバコで言われるってこと自体が、まあ、タバコの不思議の一つでもあるわけですね。まあ、もちろんタバコを吸いますと呼吸器系に障害を生じます。まあはっきりしてるのが、まあ、私は COPD だと思うんですね。まあ、肺がんだという人もいますが、これは私の調査ですとですよ、私は別にお医者さんでもないけども、別にこの病気っていうのは非常に簡単なことで、タバコを吸ったら気管がどういうような損傷を受けるかなんて話はですね、これは私材料ですからね、まあ、立派に材料系の問題なんですよ。特に私は材料の劣化っていうのをずっとやってきましたからまあ専門中の専門って言えば専門中の専門なんですね。それを医学として扱う場合は医者が出てくるというんで、医者っていうのは治療をするのが仕事の人なんですね。私なんかはそうじゃなくて、材料が劣化するのが仕事の人なんですね。ですからまあ私のことを医者じゃないのにとかいう人はですね、なんか学問っていうのを錯覚してんでしょうね。まあ障害が生じることは間違いないんです。まあ咳が出たりなんかもしますしね。第一、ヤニが汚いし、煙は臭いしまあろくなことないんですよ。ただタバコ禁煙運動っていう、まあちょっと私にとっては、まあ、自由主義社会ではちょっと問題だと思うものが、まあ、非常に力を得てですね、まあ、何でもかんでも規制したいっていう人がいるんですね。まあ私いつも小池都知事のこと文句言うんですけど、ああいう方がいるんですよね。で、ところが多くの人がタバコを吸わなくなりました。非常に攻撃が激しいんで、それに耐えかねて、何しろむちゃくちゃなこと言うんですよね。タバコ吸ったらなんか他人に迷惑、がんになるとか副流炎ががんになるって、もうむちゃくちゃなことですからね。それからだんだんひどくなってきて、ベランダで吸ってすると上の階の人がなんか健康障害になるなんて、もう、まあ、本当にヒステリーっていうか、なんかそういうような状態になっちゃうんですよね。これもなかなかタバコの不思議なんですね。ただ実績としては多くの人がタバコを吸うと肺がんが抑制されるっていうのも確かなんですね。まあこの頃は肺がん派もかなり弱ってきてですね、
もともと無理なこと言ってるわけですから、気分に任せて言ってきたわけですが、それがまあ若干緩和されてきましたが、かつて 85% ぐらいの男性がタバコを吸っておりましたらですね、今 30% ぐらい下がってきたら、肺がんはだいたい、まあ僕の計算で2000人が6万人ぐらいになりましたから、30倍になりましたかね。そうになりました。ただもちろん私もよく分かっておりましてですね、多くの人はタバコの煙に嫌悪感を覚えるんですよ。これはね、別にタバコだけじゃないんです。人間はですね、人間中か動物って言ったらいいんですけど、人間は火というものを嫌うんですね。だから火を焚いたことによって起こるもの、これ煙なんですけども、これはもう全般的にダメなんですよ。まあ動物はですね、煙の匂いを嗅ぐと一酸に逃げます。どんな動物も煙の匂いを嗅ぐともう逃げるのが普通の動物で、煙の方に寄っていく動物なんていないわけじゃないんですが、それは非常に特殊なものなんですね。一斉に一目散に逃げるんですよ。それはやっぱり火で焼けるからなんですね。で、人間もおそらく昔はそうだったと思うんですよ。っていうのは、ダイオキシン騒ぎがありました。ダイオキシン騒ぎの時によく研究されて分かったわけですが、ダイオキシンもですね、山火事だとか、そういう、プラスチックっていうか、プラスチックっていうのは高分子物質で、樹木なんかと全く同じなんですけどね。この頃レジ袋の追放なんつって、そのプラスチックと、それから樹木とか、綿とか、こういうのが同じだと思って、違うと思ってる人がいるんですけど、全く同じなんですね。人間の、僕がよく言うのは人間の女性の足と、女性が足に履くストッキングっていうのは、足の筋肉も、足のストッキングも、両方ともポリアミドっていう化合物で、片方は石油から作られ、片方は人間が、女性が成長するときに自分の体でできるわけですけど、全く同じな化合物ですね。これ、もちろん当たり前のことなんですが、樹木が燃えると、火で死ぬもんですからね、逃げるんですよ。それで、それはね、人間でもまだ残ってるんですね。ですから、人間の鼻にもですね、煙ってのは刺激臭がするんですね。ツーンとするんですよ。だから危険だっていう人いるんですけど、それは昔危険だったんですけど、人間が火を使うようになってからですね、火から逃げてるわけにいかないんですね。暖房も取らなきゃあんない、食事も取らになきゃいけないっていうことで、火と付き合ってるわけです。だけども、今でも、人間はそれほどまだ進化してないんで、煙が来ると咳をしたり、ゴーゴー言ったりですね、煙に巻かれるなんて話もあるんですけどね。それほどいいもんじゃないんです。ですから、ダイオキシン騒ぎもそれで、ダイオキシンなんていうのは無毒なんですけど、あれだけ騒ぎましたね。ダイオキシン報道、ダイオキシン報道って本当にこう、タチの悪い報道で、テレビ朝日がなんでダイオキシン報道で損害を与えたものに賠償しないかわからないんですけどね。口で言ったことだって、具体的な被害があったら賠償しなきゃいけないんですよ。僕はそう思いますね。そういう責任感を持って話をしないといけないと思うんですが、もう2004年からダイオキシンの報道がなくなったら、それから世界中のダイオキシン患者と言われる人がゼロになっちゃったんですよね。だから報道が作り上げた、病気だったんですけど、これやっぱり煙なんですよね。それから大麻の規制もそうですね。大麻の規制っていうのはアメリカで20世紀の始まりに起こったんですが、これはやっぱり煙に対する、嫌悪感なんですよ。で、当時、1910年から20年ぐらいにですね、大麻の排斥の映画っていうのが作られたんですね。大麻排斥キャンペーン映画ですよ。今でちょうど言えば禁煙運動みたいなもんですね。禁煙学会とかそういった類のものなんですが、それは全部役者がやってるんですよ。患者じゃなくて、あたかも患者のようなふりをしてるだけで、本当は全部役者なんですね。古い映画なんで僕は3本見たんですけど、3本とも役者なんですよ。で、それがバレてですね、1940年ぐらいにもう一回大麻の毒性について、麻薬性について研究が行われて、ラガーディア委員会っていうのがあったんですけど、
そこでは大麻は白、つまり麻薬ではないということになってますね。しかし全体としてはですね、タバコも大麻もダイオキシンもみんな一緒で、人間の煙に対する嫌悪感なんですね。ただそれと同時にですね、タバコの中のニコチンっていうのがですね、人間には非常に頭の整理に役立つんですね。人間の頭ってのは非常に複雑で、他の動物とはかなり違うんですけども、まあドーパミンとかですね、セロトニンとかいろんなものが分泌されて、それで我々の頭をコントロールするんですね。それで人間によってはですね、ニコチンがいらない人もいるんですよ。だいたいいらない人は男性で 60% ぐらいと言われておりますが、まあ、いろんな研究もありますけど、まあ、女性はですね、我々論理的に考えないもんですから、まあ、別にそれが女性が劣ってるってんじゃないんですよ。女性の人すぐそういうの、論理的に考えることがいいことなわけじゃないんですよ。感情的に考える、情緒的に考えるのは非常に重要なんで、まあ、女性は感情的、情緒的にものを取り扱いますからね。そうしないと赤ちゃんなんかうまくいかないんでしょうね。女性はもうすごい感覚も鋭いですよ。これ腐ってますか？いや大丈夫ですよとか言ったりね、もう断固たるもんですからね。まあ女性の 20% 男性の 40% ぐらいはですね、ものを論理的に考えるので、タバコがあると人生が楽しくなるんですね。これがやっぱりタバコが生き残ってきた原因なんですよ。血管はあるけどもいいところもあるって、まあ、この頃ね、血管がある人を許さないっていう人がいるんですよね。もう絶対血管許さない、俺は完璧だってそんな人いないんですよ。ほとんどもう血管があるんですね。あの、僕は実はものすごくバッシングされておりますが、飲む打つ買うなんていうのは多少は必要だって言ってるんですね。それはみんなお釈迦様とかイエス・キリストみたいに偉いわけじゃなくて、人間っていうのはまあ酒でも飲んだりなんかして少しリラックスしたいし、まあギャンブルも少しはしたいし、まあ、暴力も少しは振るいたいし、まあ、異性と付き合いたいって思う時もあるわけですよ。それが、まあ、異性と付き合うのは悪くないですよね。異性と付き合わないと子供生まれないですからね。まあそういうことがある。それで私ね、禁煙運動家っていう人を見るとですね、みんな激しいですね。他人を許さないですよ。ものすごく追求してきます。なんでそんなんなんだ、俺はニコチンがいらないんだ、お前もいらないだろうって、こういう感じなんですけどね。だけどまあ人間はですね、砂糖が好きな人もいるし、塩辛が好きな人もいるしですね、牛肉が好きな人もいるし、牛肉脂っこいっつって食べれない人もいるし、いろいろいるんですよ。それから田舎で過ごした方がいいとか、都会の方が便利だとか、いっぱいいるんですよね。それを自分を基準にして、自分だけが正しいっていうのはちょっと私はね、いただけないと思いますね。まあこのシリーズで少し、タバコというものがどういうものかっていうことをですね、少しまとめていきたいと思っています。